はい、それでは、ね、始めましょう。皆さんおはようございます。通信の皆さん、画像をご覧の全国の皆さん、大変お疲れ様、おはようございます。労働基準法第1回目の講義に入っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、まあ、なんかね、いろいろ台風とかありましてですね、スケジュールの関係で、まあ、遅れたことをまずお詫びしたいと思います。まあね、あとなんかいきなりマラソンが札幌行っちゃうみたいなね、話も出ましたけど、その方がいいと思うね。あ、まあ、俺が言うほどでもないんですけどね、まあ、暑いですからね、沿道の人たちが倒れるってこともありますからね、はい、やっぱ安全第一の方が、まあ、もともとそうかなと、いいのかなと思います、はい、まあね、ちょっと話でもしましょうよあのね、まあ、私もですね、いろいろ あるんですけども、まあ、日々まあ、ちょっと悩みってほどでもないんですけどね、まあ、いろんなことありますよね。皆さんもそうだと思う、ね、いろいろあると思う。で、うん、私がですね、やっぱ一番大きいなっていうと思ったのは、やっぱ経済的な話ね、お金のこと、まあ、はっきりと言いますと借金ね、はい、借金はしない方がいいっていうことに気がつきました。まあね、私はやっぱね、子供の時やっぱ貧乏だったっていうのがありましてですね、親にですね、まあ、勉強しないでこんなんだったらまあどうしようもないぞみたいなことをずっと言われ続けまして、まあ、例えば中学卒業する時ね、ちょっと遊んでばっかりいたので、まあ、こんな成績じゃもう高校行けないよとかいう、でもまあなんとか行けるもんですよね、人間。で、高校卒業すると大学行けないよ、まあ、確かにね、親がちょっとね、闘病生活でね、してたので、まあ、まあ、バイトしていこうかなと思ってたので、別にまあね、それは大丈夫だったんですね。まあ、行けましたと。で、まあ、大学卒業するときに、そんなんじゃいい会社入れないよって、みんなに言われました。確かに入れなかったよ。ね。確かに入れなかった。失敗しましたよね。で、別に失敗じゃないんだよね。今、こうやって皆さんと楽しくね、仕事できるっていう方がいいわけで、考えてみたらね、まあ、いい会社入ってそのまま行ってたら、こういう楽しい仕事もできないわけでね。で、会社入ったら入ったで、お前そんな営業成績じゃね、どうなるか分かんない、もうやめろって言われましたよ、これ何度も。ね、何度も言われましたよ。はい。で、ずっと言われてて、で、しばらく経ったら、いや資金のことだと言ってね、まあ、あんたそんなんで老後の資金足りるのかみたいなことを言われるようになりまして、で、最近よく電話かかってくるのはね、お墓ありますって。余計なお世話だよね。そんなんじゃ死ねないよって。いい加減にしてほしいと思いません？もうやめましょうって、そうやって人をね、恐怖で縛るのは。ね。別に来年合格しなくたっていいじゃん。思うんだよね、別に。楽しく勉強する方が何倍も大事だよ。と思うんだよね。だからまず一旦心を解放したいって、ね。今日の開講の私のですね、まず一番言いたいこと。それしなきゃいけないんですか、人間って思うんですよね。もっと楽になって今の人生楽しんで勉強を楽しむってことよ。はい。だからそれがいかないと大事ね。資格さえあればなんとかなると思ってるんですよ。資格あればそれは飛躍はできますよ。私資格取って本当良かったですよ。資格がなかったらまだ悩みの中にいたと思います。今楽しく仕事できてるからね、本当良かったなんだけども、でもそれは私なりにやっぱり、まあ、その自分で最後良かったのは勉強楽しむことができたっていうのが何より一番ですよ。だからあの時勉強嫌いになって終わってたらもうないですよ。だって社労士になって勉強しねえもん、嫌いなんだから。ところが好きになって終わったのが良かったのよ。だからその後もやるのよ、いろんなことを。面白いんだよね。はい、ということなので、まあ、あんまり自分をまず縛るのをやめてください、皆さん。暗い顔で勉強します、しますのをやめてください。明るく聞きましょう。ね。俺もちょっと気をつけますからね。で、借金なんですけども、だいぶ減りました。はい。2回借金してるんですけどね。まあ、ちょっとそれは、今度にしましょう。それではね、スタートしたいと思います。まずは、労働基準法ということでね、テキストを開けていただきましてね、まあ、久しぶりにね、まあ、見ると、まあ、中上級の方に関しては、そんなに焦る必要ないから、ね。はい。まあ、若干焦っていただいた方がいい人もいるんだけどね。はい。じゃあね、いきますよ。まず、総則なんですけどね。まあ、労働条件に関する基本ということで、まあね、ちょっと目次見てちょうだい。まあ、平等原則があって、労働者の人権擁護と。はい。適用関係があるよ。ちょっと思い出していくイメージで見てよ。で、労働契約がありますよね。
はい、労働契約に関しましてはですね、1節、2節、3節と入っていただいて、まあ、あんまりね、明るい話題がないんだよね、労働基準法ってさ。まあ、それも良くないよな。だからなんだって話じゃない。次のページ見てください。賃金ですね。はい。賃金っていうものなんですよね。それから労働時間で一番長いのがやっぱり労働時間、休憩、休日のところね。ここに関しては少し時間かかるので4回なんですよ、労働基準法のシリーズはね。まあ、若干ここ時間かけます。それから有給休暇は、まあ、やっぱり1問出ると思いますわ。今年もね、今年もっていうか令和2年の問題ね、1問出ます。それから年少者のところは、まあ、やりますけれども、出題的には最近少なくはなっているよね。どうでしょう、皆さんの周りで18歳未満の方が社員として働いてるっていうのはあんま今ないよね。まあ、もちろんいらっしゃいますよ、ね、いらっしゃいますけれども少なくはなってきてる。で、妊産婦のところは逆に言えばニーズが多いのね、知識としては。はい、そして次のページですね。技能者要請は見るだけだよね。災害保障って何だい。災害保障の考え方っていうのは、まあ、今労災保険の業務災害、業務上の、まあね、給付になっているということだよね。そこが大事なんだという考え方ですね。それから、就業規則ということでね、就業規則ってどうでしょう皆さんね。これはね、まあ、社労士にとっては大事だよね。はい。でね、まあ、正直言うとね、俺もね、就業規則最初甘く見てたんですよ。だから取り組みが甘かった、自分が開業した時に就業規則に関しては。で、今思うと就業規則って大事だなって思えるんですね。それはなぜかというとね、やっぱりね、労働審判とか裁判になった時に証拠立ててくれるのってやっぱ就業規則から行くんですよ、みんな。そうなんだなってことが身に染みて分かった時に初めて大事なんだなっていうふうに思ったんだね。だから正直最初就業規則で20万も30万もお金取って悪いなとちょっと思ってたんだけどさ、だけどいや本当に真剣に作ろうとしたら、その会社のことを全部考えたら、やっぱね、1ヶ月2ヶ月でできないんだよね。本当にヒアリングして、どういう潜在的な危険があって、どういったことで揉めた時にこの就業規則が裁判上で証拠立てられるかって考えたら、やっぱりね、これは相当広範囲にわたってやる必要があるんだなってことが分かりました。で、次ですね。と、寄宿舎っていうのはね、そんなには出ない。監督機関があって雑則ということで、では中身に入っていきましょう。まず1番、1ページめくってね。労働基準法の学び方のところでね、これね、日本国憲法27条2項の勤労条件の基準の法定と、まあ、書いてありまして、ここですよね。で、昭和22年に、まあ、制定されたと。まあ、法律であるということですね。はい、ということなので、まあ、ここの考え方は27条2項なんだよね、憲法のね、27条2項ですね。はい、でもそもそも憲法ってね、説明できますか皆さん、憲法って何ですかと。憲法ってね、これ別に最初から知ってたわけじゃないからね、高校時代勉強してませんから、後から勉強した知識ですので偉そうなことは言えませんよ。憲法っていうのは、まあ、国民を直接統治するわけじゃないですよね。これは立法機関が暴走しないようにするための考え方と基本的なものだということですよね。だからね、今国会でいろいろありますけれども、いきなり日本がね、まあ、これこれこういうふうになるよって言ったような極端な考え方に陥らないように、そのために規制しているのが、まあ、憲法ですよね。で、憲法27条2項に、まあ、勤労条件は法律でこれを定めると書いてあるんですね。で、そこに関してはね、次のページの真ん中を見てください。そうしますとね、27条2項って乗っかってるでしょう。賃金、就労時間、休息、その他勤労条件に関する基準は、まあ、法律でこれを定めると書いてあります。はい、で、これが憲法に書いてあって、新憲法が22年に、まあね、施行されたと、そういうことで、まあ、出てきたと、ね、だから労働基準法も作った。だから労働基準法の中に災害保障があったね、あったよね。だから22年に何ができた？労災保険の業務災害できたということになって連続しているということを理解しておきましょう。そして、まあ、ついでながら25条の第1項も見ちゃおうね。はい、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。はい、だから生活保護って今ありますでしょ？大事だよね、生活保護って。私思うんですけども、ね、
まあちょっとね、これはね、昔の本とか見てるとものすごい戦後苦労された方っていらっしゃるのね。例えば台風で、今日も朝読んでたんだけども、ですね、中野の NPO 法人ですね、おせっかいっていうですね NPO 法人があるんですけども、まあね、本とかいっぱい出てるんですけども、すごくいい人でね、いろんな活動をされてる方、その方、鹿児島出身でですね、まあお父さんが戦争で亡くなっちゃって3姉妹で、お母さんがまあねやってた工場も全部台風で吹き飛ばされたと。でまあ一家離散したわけなんですけども、まあ今であれば生活保護あるでしょ。で当時は戦後だからそんなないわけですよね。はい、だからまあいろんなね大変な思いされるわけなんですけども、だから今は生活保護があると、それって新憲法のこの考え方なんだよねっていうのが、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するなんだから、実はこれはすごく重たいと言いますか、大事だなっていつも思いますね。はい、でこれがまあ労基法の第1条の考え方で、そして3ページまで飛びます。はい、そして、まあ、3ページを見ていただきますと、まず第1条ですね。で労働基準法の第1条は、まあ、なんとですね、労働条件の原則ということになりまして、目的と書いてないところが面白いですね。まあ、皆さんね、他の条文見たときに必ず第1条何なのか見てよ。目的以外だったらレアケースだよね。だから労働基準法はレアケースですよね。はい、で第1条、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。はい、私最初これを読んだ時に、これ第一条って意外とあんまりかっこよくないなっていう第一印象でね、なんか現実的だなっていうふうに捉えたのね。だって人たるに値する生活っていうのは、必要を満たすべきものでなければ、これが労働基準法の1条なんだってちょっと思ったよね。別にがっくりするとかそういうことではなくて、身近だなって、もっとなんかこうかっこいいこと書いてあるのかなとね、まあ、国民のためにとかなんか書いてあるのかと思ったら、そうじゃないんだねって思ったのね。はい、でまあそして第2項を読んでみると、この法律で定める労働条件の基準は、でまあ、皆さんはねよく分かってると思うんだけど、最低って言葉がいきなり1条で来るんだよね。はい、ものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならないと。はい、実は第一条ってものすごいですね、いろんな意味を、ね、今後の勉強のための要素がありまして、まずね、この労働条件って何なのか、何でしょうか。含まれるものと含まれないものっていうのがあって、そこがまず試験的にはピックアップされますよね。それに関しては下のところの黒ポチのね、下から3行を見ていただきますと、労働条件というのは職場における一切の待遇だけれども、雇い入れ採用は含まれないとありますよね。はい、これまあ当然なんだけれども、初めて勉強した時にはね、これだけでも感動したと、びっくりしたんだけれども、ということは解雇ってどうなんだいっていうのがよく問題で、解雇は労働条件ですね。解雇は含まれる、でも採用は含まれない。なんでかと、採用はまだ入ってないからってね、話ですよね。人たるに値する生活って一体何なんだと。はい、これ後でね見ましょう。それから最低のもの、そして最後ですね、この基準を理由として低下させてはならないと。はい、でここその向上を図るように努めなければ、この努力義務ってことですよね。でね、ダイレクト努力義務ってあるのね、労基法の中でね。例えば有給休暇をね取った人間に対して、不利益な取り扱いをしないようにしなければならない、不利益な取り扱いをしないようにしなければならないって書いてあるの覚えてますか。まあ忘れちゃってる人も別にそれでいいです。はいね、そう書いてあるんだけど、それってね、しないようにしなければならない、努めろとは言ってないんですね。だから努めろってダイレクトに書いてある条文ってないんですよ、他に。だから、まあ、努力規定がここに来ているということですよね。でだから、まあ、もちろん罰則の規定がないって下に書いてありますよね。日本国憲法25条第1項3行目1条に罰則ないね、1条2条に罰則なしですね。1条2条に罰則はないと、これは分かりますね。1条2条に罰則がない、何が1条2条なのかは確認しとかなきゃまずいけどね。
はい、だからこのページで大事なのはまず条文ですよね。はい、まあ、一条ですから自分なりにね、まあ、声をに出して読むことがまず大事だと思いますね。労働基準法は声に出して読むことが絶対的に大事だと思います、ね、声に出して読みましょう皆さんね。公園のね、あのベンチでもいいですよ。私もよくやってましたよ。公園の端っこで一人で声出して読んでましたね。変な人だとは思われますよ、もちろん。でもまあね、講師の勉強ですからやってましたよ、ずっと。次のページを見ますよ。人たるに値する生活って何なんですかということなんですけども、はい。まあこれ、一般の社会通念で決まると。で、本人のみではなく、まあ、標準家族を含めて考えるべきであるというところだよね。これ大丈夫だね。で、この基準を理由としてというのは、2行目に書いてあります。労働条件の決定的な理由となっている低下の理由が、はい、場合を言うと、それが労働基準法に規定があることが労働条件の決定的な理由になっている、ね、低下の理由。したがって社会経済情勢の変動等ほかに決定的な理由があれば本条に抵触するものではないと。で、抵触という言葉も最初私初めて見た頃、一体何なんだ、法律に触れるってことなんだけどね。はい、で、皆さんね、資格取られた後社労士になられる方もいれば、年金相談やられる方もあれば、勤務の方もいればね、転職される方もいろいろいらっしゃるかと思うんだけれども、まあ、必ずあります、当たる相談。それは、労働者の労働条件を低下させていいんですかという相談ですね。まず2つに分かれます、大きく。1つはこういう相談が多いんですよ。この人を雇ってみたんだけども、それ相当の仕事してくれないんだよね、基本給下げてもいいかな社労士さん。はい、難しい相談ですよね。それって約束ですよね、社長さんと。労働契約って労働基準法じゃないんだよ、労働契約法なのね。だから合意の原則が先に来ますので、よく話してくださいよね、ということになります。もう一段階進めると、なんかその人懲戒処分とかそういうのないですよね、と。もしあれば減給の制裁という形でですね、1割ぐらいだったらいいんじゃないですか、話はしますけど、何もなければやっぱり労働契約だよね。でもう一つ、景気が厳しいと、ね、例えばね、いろんなことであって景気が厳しい業界今あるんですよ、結構ね、はい、まあ、そういう、まあね、ある業界の中でちょっと下げたいんですと言ったような場合にはどうしますかと。はい、で、一番気にされるのは労働基準法に違反するんじゃないかってことを気にされます、会社の方ではね。はい、その場合はちょっと見せてくださいねと。どのくらいの利益の減少があったんですかと。前年度と比べてどうなんですかと。あ、確かに下がってますねと。で、ね、じゃあまず役員さんの基本給とかね、その報酬はどうなってんの、下げてますよ、もうギリギリなんですよってのも仕方ないよねと。まあ、ただ1割ぐらいまでにはしといてくださいよということは言いますよね。まあ、労働基準法の第1条には違反しませんよ、もちろん。はい、ということなの で、じゃあ第2条見ていきますよ。今度は第2条、労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものであると。労働者使用者は労働協約、就業規則、労働契約を、まあ、言葉として遵守は覚えておきましょうね。で、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。遵守誠実っていい言葉ですけどね。はい、まあ、遵守、まあね、守りましょうと。で、誠実ということですよね。1条2条に罰則はありません。労働協約って何ですか。はい、組合法に書いてあります。はい、これは労働条件のですね、まあ、難しく言えば規範を設定するものです。普通に言えば労働条件を話し合った結果文書にまとめたものです、普通に言えばね。はい、それから就業規則って何でしょうか。これ会社が定めた規則ですね。はい、で、右側行きましょうね。今度は、労働契約、これはまあね、個別です。金曜日に顧問先の社長さんから電話がありまして、就業規則見てください、わかりましたって。うちに関係ないところ全部削除しておきました。って関係ないところで、うちは女性社員いないからね、産休とかそういうの全部削除しました。社長さん、それは全部元に戻してくださいと。それは絶対的必要記載事項だから削除できないんですよって、初めに言ってよって言われて、どうもすいませんって謝ったりなんかしてですね、はい、そういうのはあるんですね。会社側が作ったルールで構わないんだけども、ただ労働基準法にのっとってくださいよっていうことですよね。はい、まあ、これはこのくらいにしましょう。次のページ見ましょう。さあ、大事なところ来ましたね。まあ、平等原則、はい、まあ、3条はこの相続の中でも最も試験的には重要なポイントになってくるね。
はい。で、まあ、収容者は労働者の、まあ、国籍、信条、社会的身分を理由として賃金、労働時間、その他労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。まあね、そうですよね。はい、まずね、はっきりしてほしいことは2つあります。一つは国籍、信条、社会的身分というのをはっきり覚えておくってことだよね。これ限定列挙ですよね。下に書いてありますよね。ポイントの1行目にも書いてあるよね。限定列挙って何ですか？例示列挙じゃないってこと。はい。まあ要は国籍と信条と社会的身分だけが差別禁止する横の条文ではということで、例えば信条みたいなものとかっていう例え話じゃないよということですよね。まあそう言ったってさ、考えてみれば信条って広いんだよね。政治的信念であったり宗教的考え方であったりね。まあそういった話です。はい。それから差別的取扱い禁止、はい、ここをはっきり覚えてほしいんですよね。不利益な取扱いとか不平等とかそういうことじゃないんですよ。はい。これもうさっきり差別禁止なんです。ここははっきりしておいてほしい。この考え方を、だから差別を禁止してるんですよ。平等に扱いと言ってるんじゃなくて差別を禁止してるんですよ。それが大事なんだっていうことですよ。そして、まあね、信条の意味合いはいいかと思います。一番下の括弧2番見てください。はい。で、これもね、解雇、ね、特に解雇。解雇は労働条件なんだよってことね。解雇に関する基準、災害保障、安全保障、寄宿舎に関する条件も含まれると、雇い入れ採用は労働条件に含まれないということですね。でね、皆さんで覚えてほしいのは、そこまでは多分皆さんそうだと。ところがね、ここを覚えてほしいんですよ、このポイント。はい。中小企業の方にとって大事なここ。本来、ね、本条は差別的取り扱いをしてはならないのであって、就業規則に差別規定が設けられていても、現実に差別が行われていなければ、三条違反とはならない。でも、当該規定は無効。はっきり覚えてほしいのは、ここですよ、ここ。ね。どの場合に三条違反となるのかってことよ。はい。だから、就業規則に差別規定があったら三条違反だってきたら罰よ。現実に差別が行われた時点で三条違反だよ。はい。で、右側見てね。まあ、有利に扱っても、三条もね、四条も同じだ。有利に扱っても、まあ、差別だよということですよね。ポイント。派遣労働者の就業。まあね、ここは別に試験には出てないんだけど、一応見るか。派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業のみならず、派遣先の事業も派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法3条均等待遇、強制労働の禁止、徒弟弊害の排除、規定、これらのかかる罰則の規定を含むを適用すると。まあ、そうだよね、と思っていただければいいと思います。じゃあ、三菱樹脂事件ですね、見ましょう。三菱樹脂事件。はい。三菱樹脂事件はね、まあね、本当によく出てきますわね。労働者の学生さんがね、君学生運動とかしてないよね。いや、私真面目だったので、ね、学生運動とか全然興味なかったですと。はい。ところがまあね、使用期間が終わって、じゃあ本採用になりますよということになったら、実は調べたんですね、三菱樹脂の方で。はい。そしたら学生運動家だったんだよね。嘘ついちゃダメだよ。学生運動をやってたじゃないかということになりまして、そこで本採用を拒否したら、結局学生さんの方では、労働基準法3条違反じゃないの？それって、信条に関する差別じゃないの？となったんですね。皆さんもわかりますね。そうしますと、こう書いてあるよね。企業者は可用な経済活動の一環とする、契約自由の原則っていう言葉、とても大事だね。まあ、民法を勉強された方はね、あ、そうだと。民法の三大原則の一つだ。別の言い方なんだ。私的自治の原則だ。私的自治の原則。契約自由の原則。ね、民法の三大原則の一つなんですよ。で、これは有していると。自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなるものを雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の、ここだよね、失踪信条チェック入れておきましょうか。失踪信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に、まずね、考え方の一つ、違法とすることはできないんだよね。
だから特定の思想がある方を採用不採用にしても問題ないと。で、労働基準法3条は信条、チェックしておきましょうね。信条によって賃金その他の労働条件につき差別を禁止すること、これは雇い入れ5だよね、おける労働条件についての制限であって、雇い入れそのものを制約する規定ではない。そうだね。また首相心臓を理由とする雇い入れの拒否を直ちに民法上の、はい、まず不法行為とすることはできないことは明らかだと。その他これを、はい、公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできないと。これは民法90条と入れておいてくださいね。公序良俗違反、民法90条と入れておいてください。はい、ということで、あのこの中でね、やっぱり公序良俗違反と、公序良俗という言葉はですね、今までの選択式試験の問題で穴が開くこともありますので、ちょっと知っておきましょうということですね。これから皆さん判例を見るときはよく出てくる言葉、それから、まあ、穴が開きそうな言葉は自分なりにチェックしておいてください。はい、では次行きましょう。1ページをめくります。今度は、第4条ですね。男女同一賃金の原則。さあ4条で皆さんね、重要なポイントとか注意すべきポイントは何でしょうか。賃金のみってことね。4条は賃金のみを言っているということですね。4条は賃金のみを言っているということですね。ではいきましょうね。第4条、はい、使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。女性であることを理由として男性と差別的取り扱いをしてはない。これは賃金についてだけの話ですよね。はい。まあ、ここ出てましたね。令和1年の問題にもね。で、まあ、括弧1番ですね。女性であることを理由としてと。はい。女性であることのみを、例えば2行目に書いてある、まあ、一般的に平均的にね、勤続年数が短い、結婚して辞めることがあるからとか、そういうことで、まあ、そういうふうにね、考える社長さんもいらっしゃいますけれども、それはダメだという話ですよね。賃金についての差別的取り扱い見ておきましょうか。はい。その賃金の額そのものだけではなくて、賃金体系、賃金形態。賃金体系というのは、ね、基本給があって、例えば通勤手当があって、職務手当があって、役職手当があってとか、そういった体系のことね。そしてもう一個、賃金形態、ね、形態というのは日給とか時給とか、まあ、そういう形ね。それもね、全部ダメだと、ね、全部ダメだということだよね。あとはまあ、ポイントはですね、均等法の話が出ていて、採用とか昇進、教育訓練などで差別は均等法の違反になりますよと。はい、この4条の違反ではないよと。差別は有利も含まれますよということですね。差別は有利も含まれるよ。さあね、じゃあね、これが大事なんですよ。就業規則に差別規定があって、実際に差別してなかったら4条違反になるのか。はい、ポイントを見ましょうね。そうしますと、就業規則に労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取り扱いをする趣旨の規定があっても、現実に、まあ、差別の事実がない場合、その規定は無効となるが、まあ、本条違反とはならないと。これ大事ですね。これ6ページね、さっき見たね、3条はどうだっけ。3条は、3条も同じことなのね。現実に差別が行われていなければ3条違反とはならないよね。同じこと書いてないですか。4条、現実に差別の事実がない場合はその規定は無効となるが4条違反とはな。ということは3条4条は規定にかかわらず現実の差別が問題になるんだと覚えてくれ。3条4条に関してはね、規定じゃなくて現実のところで罪が成立するんだよってことね。大事ですよね、ここね。試験的にはということなんですけどね。はい。それから、もう一個ね、職務、能率、技能、まあ、同一である場合、男性が全て月給、女性は全て日給と。はい。これは4条違反になりますよね。4条違反になりますよね。はい。ということです。で、6ページの下とね、9ページのポイントの1個目、比べるように書いておいてね。はい、それでは1ページにめくりましょう。労働者の人権擁護というところですね。